皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の武田でございます。どうもこんにちは。今回のこの動画はですね、まあ、機材の障害ということで、今までそのギターとかシールドとかピックとか、まあ、そういったことに関してはですね、ちょこちょこお答えをしてみたんですけれども、まあ新しく買い足したってわけじゃないけども、今まで説明しなかったものがですね、いろいろあるので、ちょっとその辺を紹介させていただこうかなと。コメントの方にですね、まあ、いろんなそういう質問があったんですけれども、ちょっとこの動画でまとめて答えさせていただこうかなという感じでございます。まずエフェクターは、これご存知の方も多いかと思うんですけれども、 Zoom の G21NU ってやつですね。このエフェクターで作ったタッチとかをですね、サイトの方でダウンロードできるようにしたりとかするので、もしちょっとこちらお持ちの方はですね、そんなタッチとかも参考にしていただけるとこれ幸いでございます。で、アンプ、これはボックスの DA5 ってやつですね。こんな感じでいろんなあのエフェクトが内蔵されてるんで、これ1台でも結構面白かったりします。けど、多分これはもう今生産してなくて、今モデルチェンジしてミニ3だかミニ5だか、そんな感じになってるはずです。なんでこれは今手に入れようと思ったら中古でしか手に入んないんですけども、もうミニ5が安くてほぼ同じ機能なので、そっち使った方がいいかなって感じですね。これ、ここに電池が入るようになってて、その電池駆動できるから買ったんですけれども、実はあんまり使ってなかったりします。ここに、こうね、DA5 が置いてあるから、これで鳴らしてるかと思いきや、実はこれで鳴らしてる動画ってすごく少ないです。あんまりこのアンプ使ってないです、実は。別にごまかしてるわけじゃないんですけれども。こっちのクレイトっていうアンプがあって、これタクシーっていう機種なんですけども、タクシー15なんで 15W なんですね。やっぱワット数大きい方が、その、低音っていうかですね、音にやっぱ厚みが出るので、実は DA5 っていうぐらいだから 5W アンプなんですけども、5W のアンプよりも 15W のアンプで鳴らした方が、こう、音の腰みたいなのが出るので、こっちで鳴らしてることの方が実はすごく多いです。ごまかしてるわけではありませんが。で、このアンプ実は、2台持ってます。よしとよし。なんで2台持ってるかっていうとですね、このアンプ充電式なんですよ。ね、こんな感じで、何もついてないのに、電源をポチッと入れると、わーお音が出るぜみたいな。こんな感じでですね、使えるので、路上とか使うときにすごく便利なんですよね。昔、よくその駅前で演奏したりとかした時に買ったんですけれども、近頃もまた、ちょっとそんなことをやり始めたので、また活躍する機会が増えそうだな、なんていう感じです。よいしょっといい。で、おい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 。今のセッティングの状態も、こんな感じになってたから、これで鳴らしてるかと思いきや、実は鳴ってるのは下の、タクシーだったりするわけですね。別にごまかしてるわけじゃないんですけれども、あんまこれで鳴らしてないです。すみません、騙していたら申し訳ないです。で、あとメトロノームは、こちらのコルグの KDM2 ってやつですね。これ、使っております。教室でもこれ使っております。そして、すごくおすすめです。なんでかっていうと、この音が良いです。音が。このメトロノームどうですか？なんかこの手のメトロノーム、電子メトロノームの音って、すごいもうカキンカキンってうるさかったりするんですけども、このコルグのやつはですね、すごくこう、聞いてて心地よいというか、なんかこう、イラッとしないというか、非常にいいですね。で、こんな感じで遊べるのもすごい好きなところです。ただ、このメトロノームでですね、ちょっと唯一何とかしてほしいなっていうものはですね、カバンの中に入れてると勝手に電源が入って勝手にやるときがあるんですよ。それだけは何とかしてほしい。このね、カバンの中に入れて、こう、普通に電車とか乗ってるときに、カッコッコッコとかやると、おっしょ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 いみたいな感じになってしまうのと、このカッコッコならまだいいんですけども、このビフォーが鳴り出すとですね、すげえ焦るんですよね。なんか、誰かのカバンの中からこんな音したらなんかね、あいつなんだよって思っちゃいません。俺も思いますし、ね。これだけはちょっといただけないところですね。
て、こんな感じでビープも鳴るので、で、タップで、こうテンポを設定することはもちろん可能でございます。このサウンドっていうか、ビープ音でこんな感じでワシントンポストを演奏することも可能。よし。KDM2 おすすめでございます。で、チューナーに関しては、家では基本的にこのボスの TU8 ってやつ使ってますね。まあすごいスタンダードなチューナーなので、ちょっと高いんですけれども、これ持っておくと、後々、便利かな、なんて。別にこれは2000円、3000円くらいの安いチューナーでも構わないと思います。なんとなく、高校生くらいの時に買った、この TU8 は未だに使っているだけですね。これ特にそんなこだわりはないです。で、あと、この録音に関してはこれです。最近の、私のもっぱらの録音機材はこちら、Zoom の Q3 でございますね。これ、動画も撮れるんですけども、こんな感じで。すごい音もいいし、ね、全然問題ないなって感じですね。スピーカーついてるんで、その場で確認することもできますし。例えば、まあちょっとスピーカーで鳴らすと音質悪いんですけども、イヤホン端子で繋いだりとかすると、もうその場で音をね、確認できたりとかもするので。で、もちろんこんな感じで、USB でパソコンにつないでパソコンの方で管理することも全然できますし、あと単純にこの媒体が、メディアが SD カードなんで、SD カードでね、他人とやり取りすることも全然可能だし、これは非常に便利グッズかなと思いますね。この間のミーティングの時の録音ですね、これは。こんな感じで、Zoom の Q3 も、すごくおすすめ。Zoom の回し物みたい。で、もう少し手間のかかるっていうか、録音に関しては、複数録音したいときは、前にも説明させていただいたこちらの D4。最近これ登場している回数が少なくなってきましたけども、でも未だによく使っております。D4。で、なんでこの D4 を使わなくなってきたかっていうと、パソコンがすげえ便利なんですよね。私が使っているパソコンはこちら Acer なんですけれども、これと、あとこのエディロールから出ている、このオーディオインターフェースをつなげて、で、スタジオとか行くとね、とりあえずこの2つがあると、もうパソコンが MTR 代わりになってしまってですね、レコーディングはほぼできてしまうので、結構最近はこの2つでやってしまうことが多いかなと。で、ちょっとパソコン荷物になって面倒くさいとかね、オーディオインターフェース使うほどではないみたいな時に D4 を使うっていうような、ニュアンスでございましょうか。で、家で、卓録しているときは、またエディロールやっちゃうんですけども、こちらの UA25EX っていうオーディオインターフェを使ってレコーディングをしております。と、まあ、そんな感じですかね。なんか録音機材ばっかりになってしまいましたけども、こんな機材を使って、日々、音楽をしております。まあ、いずれもそんなに安いものではないので、ちょっとここまで買い揃えるのは大変かもしれませんけど、もし興味があるものがあったら、ちょっと使ってみるのも面白いかもしれませんね。ということでしょうか。何が伝えたいならよくわかんない動画になりましたけれども、そんな感じでございます。ありがとうございます。